はい、ということでね、決まりました。次はガチトレシリーズ肩ですね。はい、肩のトレーニング全部、はい、まあ、肩は小さい筋肉なので重りが使える種目というのは限られるんですよね。はい、でまず、プレス系で重りを持ちたいので、はい、最初にプレスの動きですね。はい、自分はプレスはマシーンとスミスマシーンを2個使うんですけど、はいはいはい、普通のスミスマシーンだったりバーベルのショルダープレスになると1本のバーベルを掴んでプレスするんで、この直線の軌道でしか動かせないんですよね。でそうなるとこの内側まで絞るっていう動作ができなくなるの で、はい、で内まで絞るとこの肩の付け根からしっかり発達したこう盛り上がる筋肉をつけれるので、はい、まあ言ったら収縮ですね、はい、中間地点から収縮にかけて入れるマシンを選ぶようにしてます。はい、でこれ重りは、まあ、よくわからないんで適当に一番下に刺して、はい、で多くて12回、でも少なくても10回くらいは上げれるので、まあ、10から12の間で5セット、はい、行いにします。10切ることほぼないんですけど、はい、もし10切ってきたら、まあ、10回以上上がる重さに落としてあげて、はい、回数をキープする、はい、でインターバルは3分でやってます。でこれが終わって次に、スミスマシンのフロントプレス、はい、でこれフロントに落とすのでこの下げた時に最大に肩に負荷が乗ってくるんですよね。はい、なのでストレッチポジションで乗せれる種目として選んでやってます。まあ70、80ぐらいのスミス、はい、でこれを12回の4セット、はい、4セットでやりにしてます。はい、これもインターバルは3分だけですね。はい、でプレス系が終わって、はい、で次は、レースですね。サイドレース、はい、でサイドレースは、20キロで、10回から12回3セット、3セット、はい、やって、はい、で18キロに落として、はい、12回を3セット、はいはいはい、で、まあ、計6セットとかです。なるほど、サイドレースは、はいはい、でインターバル1分半くらいですね。分半、はい、はい、でその後にまたフロント戻るんですけど、はい、最近ケーブルが多いかな。こういうですね。そうですね、はいはいはい、このロープを持って、はい、で目の高さに上げていくっていう、はい、でケーブルだと下から引っ張られてるんで、はい、このスタートのポジションから肩に負荷が乗って終始まで負荷が抜けないっていうのでケーブルを使ってやってますね。うん、結構回数多い15回の4セットでやるようにしてます。なるほど。でまあ重りをあえて持たないようにして、はい、レッグをなるべく持って、はい、で血液をたくさん回してあげる、はいはい、っていう意味で、まあ、ちょっとパンプ狙いみたいな感じですね。なるほど。で、その15回の4セット、はい、インターバルは1分半、はい、はい、でそれからもう一回サイドに戻って、はい、で次はあのケーブルのワンハンドで、はい、体の後ろから、はいはい、上げていくっていう、はいはいはい、サイドレース、はい、ですね。30キロくらいかなで、回数が10回の4セット、はい、4セット、はい、それから、リアデルト、いや、はいはい、後ろで、はいはい、でこれは、ヘッグフライを逆向きに打って、はい、こういうですね、はい、行いますね、はい、でこれ200ポンドのところを刺してるんで、はい、90ちょっとぐらいですかね。でこれを12回、はい、の4スカイ5セット5セットですね、はい、でまあ、5セットいけるときはそのままいくんですけど、はい、もし10回切ってきたら10回切った、まあ、重りを落としてまた10回から12回を狙うみたいな感じでトータルで5セットやるようにしてますね。はい、でインターバルはこれも1分あじゃあこれ2分くらい取ってますね。はいはいはい、で重りをなるべく持っていくみたいな、はい、で5セットを行って5セット。で最後に、シュラップ、シュラップ、バーベルのシュラップ、僧帽筋のイメージ、そう、僧帽筋をやってます。あ、そうです。肩の日に僧帽をやってますね。はい、なるほど。これダンベル、あ、これバーベルでやってます。バーベルで前でグッと、はい、回数は10回なんですけど重りが、はい、どうするでも100キロぐらいですね。で、はい、なんかしっかり上げて止めて下ろしてでできるくらいの重さでやってます。結構その重りの持ってた時に感じたのが、はい、なんか肩が上がってるのか、自分が下がってるのか分かんない。でこれは、100キロの10回をインターバルは2分にかけてあげての4セット、はい、という感じで肩は多いです。疲労は残していくんですけど連続で疲れさせないっていう、はい、
ぜひ高評価、登録、コメントたくさんいただければ実際にトレーニング入ってもらえますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次は腕ですね。よろしくお願いします。お願いします。